あっと、そして1台のマシンは再スタートしていきます。コースには復帰していきましたが、33号車はこれ、33号車長沢でしょうかね。あ、2番手スタート長沢のようですね。今なんとか隊列の、ね、後方につこうというところなんですけれども、さあ2番グッドの長沢は残念ですが、今スタートは切られていく。宮下はいいスタートを切っていった。これはね、2番手いないというところで非常に楽な形。おっと、そしてしかし今ちょっとコースアウトかな。宮下ちょっと順位下げていきますが、さあこの辺り、さあ4コーナーのブレーキングシビアなバトルになっていく。やっぱり外側に行くマシンとかね、これいろいろいますね。2台並んでの5コーナー立ち上がってくる。もう集団で6コーナーから7コーナーに向かって今前に行ったのは宮下がなんとか前に立っています。さらにそのさらに縁側というような形で7コーナー入っていく。もうね、隙あらばというようなこの接近戦の中でのそのバトルになりますね。ブレーキングして若干そのスピードが落ちるというところで、もうちょっとでもそのなんていうか隙間があれば入っていくって感じですね。2台3台並んでの SG、 さあ立ち上がってまいります。オープニングラップ戻ってまいります。まずはその宮下、まずトップ守って、2番手には菅原春樹が上がってまいりました。菅原は5番手スタートだったんですが、地元のドライバー、さあちょっと今心配なのはね、宮下がね、先ほどもそうなんですけど2コーナーから3コーナーあたりでね、ちょっとこうなんていうかな、伸びないところがあるんですよね。ちょっとそれが心配なんですよね。菅原、そして今3番手佐藤蓮、緑川が4番手、まずは前のその佐藤蓮までのその3台トップ争いというところになっています。 S 字に入っていって、その後方は武井春人がいて、武井、小倉、もうこのドライバー2名もこう総合戦ではね、非常に活躍しているドライバーです。まあ、SS クラス、まあ、言いますけど、KT100 の、ね、レースをその総合戦でやるときは、その小倉翔太の、ね、速さというのはもう、なんていうかな、こう確定的なものがあって、小倉君に勝ちたいみたいな話はよく言ってましたよね、そのライバルドライバーね。さあ、そして2番手争い、接近していく菅原に対して佐藤蓮、今、5コーナーのインガー、なんとかねじ込もうとしたんですけども、入りきれませんでした。これ4コーナー立ち上がりの部分でね、5コーナーのアプローチに対して、インナーまっすぐ入るんですけど、ちょっとそこがね遠かったんですね。まだちょっと遠かったのかもしれません。緑川、そしてその後ろから武井がいて、あっと、そして7コーナー1台のマシン、ゴンサークですね。これは18ですか、18号車関根ですが、コースには復帰していきます。さあ、そしてトップ戻ってまいりました。コントロールライン通過し、1コーナーから2コーナーに向かっていく。トップ4という形になってきて、緑川が追いかけてるんですね。4番手の緑川が前の、あの赤のヘルメット、今3番手の佐藤蓮で、その前にいるのが2番手菅原春、地元のドライバーです。で、それの前にトップ宮下というところですが、この辺りの感覚がね、ちょっとずつこう近づいてくるんですね。で、そしてその後ろ5番手武井春と、ここまで近づいてまいりました。さあ、そしてその後ろからの小倉翔太、小倉は今後ろのね、大川がコーナーのインナーでこう、なんかライン変えてくるんで、ちょっとこう嫌な感じなんでしょうね。立ち上がりこう若干警戒するような、そんな感じで前追いかけきれていないというような、そんな感じがあるのかもしれません。ウォーカーの後ろには陣聖也、野取哲平が来て、野取哲平は17番手スタートが9番手まで上がってまいりました。一条健吾、そして近藤、青山、加藤雄一、戸沢、そして長澤はね、なんとかこう挽回してきてるんですけども、2番手スタートちょっとスタートで遅れてしまいました。15番手、その後ろに万代雄一、地元長澤、万代、この長澤ちょっとね前狙っていきたいところですよね。さあ、そして今この菅原と佐藤は今度は8コーナーのインナーに佐藤が入ってまいりました。7コーナーの、ね、出口あたりちょっと菅原のラインなんかどうしたのかなと思ってたんですけども、立ち上がって8コーナーのところで前に来たのは赤のヘルメット佐藤蓮が2番手に上がっています。しかしその菅原春樹もまだテーブルについていく。で、その後ろから緑川と武井と来ています。いや、この武井の後ろから小倉はね、今ねベストアップ更新で51秒591までラップタイムを上げてきています。
ファーストストラップは宮下が3周目、トップの宮下が3周目の51秒271ですが、今のところのラップで見ていくと51秒591、小倉は今2番手に上がった佐藤蓮に続くタイムなんですね。これね、小倉もそろそろこうなんていうんでしょう、血のりを生かして来られるかなというところですね。後ろから大岡が来るところだったんですけど、ちょっとその感覚が広がりました。 SG2 今トップ集団、ちょっと気になるのはね、宮下の、なんて言うんでしょう、中間の加速なのか減速後の加速なのかで、ちょっとこうなんていうのかな、思ったよりこう減速してるような感じに見えるんですよね。ただラップタイム的に見ていくとさほど落ちてないんで、そこがすごくこう不思議なところなんですけども、今のところもそうですよね。一旦外行っちゃってるのかな、ちょっとあの辺りがわからないですね。でも51秒6なんですね。後ろ の佐藤菅原も51秒6、51秒5ですから、そう遅れてるわけじゃないんですよね、これね。ラインでたまたまそういう風に見えちゃうのかどうかちょっとわからないんですけども、さあ後ろは2番手争いが3台になってまいりました。佐藤、菅原、緑川というところの3台。この中でまず菅原がですね、その佐藤に仕掛けようというところでしたけれども、この辺まだ仕掛けきれない。その佐藤は今7コーナーはインナーのラインを取っていきました。ちょっとラインのその使い方もね、ちょっとずつ変わってきてるのかもしれませんね。9周目に入って、今折り返しあたりに入ってまいりましたが、宮下元気とこの最終でちょうどここからの、なんていうんでしょうね、あの頂点部分っていうのかな、11看板過ぎてるのあたりなんですけど、ここら辺ちょっとこう、なんかこう、ちょっと遅いなという感じに見えるんですけどね。あ、18号車の関根は今、マシンをピットの方に入れましたね。さあそして2番手争いはまだやり合いますね。これね、佐藤蓮と菅原春樹。さあ今 SG を立ち上がったところで、佐藤に対して3番手菅原が今手についていくんですね。加速部分がちょっと違うのかな、これな、ほんのちょっとこうロングになってるんでしょ、ロングなんでしょうね、菅原の方がね。なんで2コーナーとかの高速コーナーの、グリップとかを生かして、詰めてっていう感じがありますよね。でここからちょっと立ち上がり部分ではちょっと厳しいんですが、ここからまた伸びていって5コーナーのイン側に入っていきます。2番手入れ替わっていく、菅原が佐藤をかわして2番手に上がっていきます。さあ今度は7コーナーのアプローチはどうだ、菅原またここで前を今度は追いかけに入るというところになります。後ろからは今度は佐藤に対して緑川が近づいてくるような状況、その後ろの上武井がちょっと離れてるんですよね。武井いつものこの指導戦のなんていうかな、この1人にはまだなってきてないのかなというところですね。まあ、各ドライバーもこのコンディションに翻弄されているところはあります。11周目に入った菅原、そしてこうオーバーテックしたその周がベストアップですね。51秒320。さて今ね、今の4コーナーのアプローチあたりではね、もうだいぶ速いドライバー含めてなんですが、通常ライン側の方に変わってきてるんですよね。雨ラインではなくなってきています。この周菅原は51秒320、非常にいいタイムでいるんですけど、前を追いかけていけるかどうか。で佐藤蓮は52秒台、まあ、これはオーバーテックされた関係があるんですけども、さあ宮下この周は51秒3、菅原51秒4、佐藤51秒5、
緑川51秒7で戻ってきます。武井も51秒7、大村翔太はちょっとペースが上がって51秒559ですが、その後ろ7番手の大川がわずかに100分の5を上回って51秒508で、さあ4コーナーに向けても今ねインナーライン入っていったんですが、小倉はここ地元、しかしそのさらにインナー5コーナー入っていった6コーナーにかけては地元の小倉がやっぱここは突っ入られてもこう行くんだよっていうような感じで今クロスラインを取ってまいりました。ただねラインがちょっとドライ寄りに変わってきてるのかな、これなちょっと違いますよね。最終コーナー立ち上がって12周目から13周目に入ってまいりました。先ほどから2番手菅原はですねコンマ1ぐらい削っていって、先ほどもファステストを記録して前を追いかけていっている、またベストアップを更新、これはファステスト更新ですね、51秒216。しかし宮下も遅いわけじゃないんですよね、トップの宮下51秒281ですから、1秒5の差があれば行動の感覚だとね多分、まあ、そのぐらいなんだというような感もあるんでしょうね。そして3番から赤のヘルメットをかぶっている佐藤蓮に対して後ろから緑川が追いかけてくるんですが、ここもねなかなかこうなんていうかなアプローチしていくまでの距離にならないんですよね。そしてその後方から単独の武井春人、武井春人はちょっとペースもあのなんていうんでしょうね51秒5ですからあんまり上がってこない中、小倉翔太6番手51秒5で、それを追いかける大川太郎51秒6というところです。さあ宮下はここでベストアップ更新して51秒126、これはもちろんファーストストアップです。宮下まだこれねあのスピード残してたんですね、これね。さあそして5コーナーではついに緑川が佐藤のインナーに入って順位を奪い返します。3番手さあしかしここで佐藤がまた7コーナーインナー入っていくが入りきれませんでした。こうなるとね立ち上がり厳しいですよね。さあ S 字を立ち上がってトップ今最終コーナーに入ってくる宮下、15周目から16周目に入って残り2周を切ります。さあちょっとここで佐藤は緑川との感覚がちょっと広がりましたね。そしてその後ろには武井5番手6番手の小倉翔太の後ろから大川がさらにもう一度アプローチできるかというようなところにマシンを進めてくる。そしてその後ろから陣聖也が来ます。でその後ろはね結構近いんですよね、名取一条そして近藤長沢ここまで上がってきて12番手、やっぱねもったいなかったですね、あの2番リップスタートというところがね。しかしまだ予選ですから決勝に向けても一つでも順位を上げて前の方からねスタートしたいというところはあるでしょうね。残り1周の3位が出されて宮下元気そして菅原春樹、緑川拓海、佐藤蓮、ファイナルアップ続々と入っていって、そしてインフィールドセクションに入ってバックセクションに入ってまいります。あ1人50秒台、ん違うか、20号車人生屋が50秒951なんですね、これがファーストストです。先ほどの15周目のラップ人生屋は50秒951でトップも、まあ、あの宮下も50秒955というところのファーストストで先ほどファイナルアップに入ってまいりました。さあ最終コーナーに入ってまいります。チェッカー区画が出されて
決勝のポールポジションを獲得したのは宮下玄人が今チェッカーフラッグで決勝のポールポジションを獲得しました。菅原春樹2番手、ミドギター拓海3番手、4番手に佐藤蓮、武井春人、小倉翔太、大川太郎、そして陣聖也5番手、6番手、長橋8番手というところ。